次にアコースティック系のお話を続けたいと思います。アコースティックの1番ラージボディの1番というギターです。平たく言いますとラージボディ1番マーチンギターを意識しております。まあ、最も、典型的な、大きなボディのアコースティックギターということでマーチンギターを意識して作った音です。いかがでしょう。結構びっくりするぐらいエレアコの音はしてると思うんですね。このボディから、意外な音が出てると思います。このギターですね、ガンガンにこう弾くギタリストばっかりではなくて、むしろ女性のシンガーとかですね、幅広い方に使っていただきたいと思っております。軽くできております。エレキギターとしては非常に軽い部類、軽すぎることもなく、実体がありそうな重量でエレキギターとしては軽いというところに抑え込んでまとめることができておりますので、女性の方この、ユニークなルックスも手伝ってですね、いろんな方に使っていただきたいと思っております。ラージボディの2番こちらはですね、ギブソンのアコースティックを意識してちょっとアタッキーな音になります。ちょっとマニアックなギタリストシリーズが続きます。パッド・マルティーノという、先ほどのサインもちょっとパッド・マルティーノが演奏していた曲なんで採用したんですけれども、パッド・マルティーノという人のですねプレリュードというソロ作品でギブソンのギターを使っていたので、それを参考にして作った音です。あるいはグレッグ・レイクですね、エマーソン・レイク&パーマーのとかが使っていた、非常にピッキングがガチガチなるギブソン系のラージボディのモデリングであります。それから、このアコースティックの、1番のバンクでブリッジポジションにしますとアコースティックの12弦になります。さらにマニアックなギタリストになります。ラルフ・タウナーというギタリストをご存知でしょうか。ECM 系のギタリストでギルドの12弦を使って演奏していました。なのでこの、アコースティック12弦モデルにしているギターは、ギルドのジャンボボディの12弦ギターとお考えいただいて結構です。リバーブをちょっと深めにして幻想的な演奏をするとなかなかハマるんです。これがギターのソロ演奏も十分に表現できるポテンシャルを持っています。強弱も非常に忠実に反応いたします。アコースティックの2番としてですね、小さめのボディのギターの音が入っております。ネックポジションはですねナイロン弦という名前になっています。このナイロン弦、ナイロンという名前にしていますけれども、ご覧の通りこう鉄の弦です。スチール弦の音をですねナイロン弦の音に変えるのは実は非常に難しいです。ですので、できる限りナイロン弦に近づけたという音です。これで、クラシックが弾けるかというと、ちょっときついところもあるかもしれませんが、いわゆるジャズナイロンですね、あるいは、ボサノバとかポップスでナイロン弦のギターが使われる、そういった場面には十分対応できると思います。みたいな、音が出ます。アコースティック2番の2つ目の音はスモールボディの、アコースティックギターになります。パーラーギターとかですね、マーチンのゼロがいくつも2つも3つも付いているギターですか、あまり私も詳しくないんですけど、その辺のギターの、モデリングになります。実例としてはですね、イアン・アンダーソンってご存知ですか。ジェスロタルっていうバンドを率いてた、シンガーですけど、小さいボディのアコースティックギターを弾いて、歌を歌ってた人です。カポタストつけてちょっと音域を上げて可愛らしい音にして、という音になります。それからスモールボディのアコースティックもう一つ入っておりまして、
こちらはですね、実はピエゾピックアップの音にあまり処理を加えずに出した音なんです。この音がなかなか小さいボディのアコースティックギターとして使える音だったので、それを採用しております。次のバンクに行きます。ユニークと名前を付けておりますバンクです。ネックポジションが盤上の音と言うんですけど、盤上風っていうのは、どういう風に弾いたら、みたいな感じですかね。ミドルピックアップのポジションにしますと、シュタールって書いてあります。これは、シュタールギター的な音です。シュタールギターっていうのはですね、コーラルっていう、メーカーが実際に作っていたギターでありまして、ここに触りって言いますけど、わざと弦をビビらせる機構のメカニズムがついていて、それでこうビヨーンって音が出るんですけど、ここではそれを DSP で再現しております。そしてこのトーンノブを回しますとですね、実際のシュタールに備わっているドロー音源って鳴りっぱなしになる弦の音量をコントロールできます。みたいなヒット曲でも使われていたギターです。これを絞るとこのドロー音源の音がなくなって、歯切れのいい音になります。このユニークバンクの3つ目、レゾネーターというのがあります。レゾネーターはドブロギターのことですね。金属でできたボディで、音を残響させる、ギターの音です。これはですね、本当はスライドがあるとハマるんですけど、意外とこう、この残響系、反響系って言いますかね、は DSP で作るのが得意な、音であったりします。ピエゾピックアップで拾った生音を加工することで音を出しています。いろんな音が出ますけど、 PCM 信号をトリガーして出しているのでのとは全く違う方法です。この方法によってこうストレートでダイレクト感のあるレスポンスを実現していると思わせるかと思います。最後のバンクになります。スペシャルバンク、シンセ系の音が入っております。トーンノブでフィルターの開き具合が変わります。トラッキング性能も非常に優秀です。バンドの練習なんかで、ギターのフレーズがない時にベースラインに合わせてちょっと重ねてやったりすると、あ、なんだろうなみたいな、面白い効果が得られるのではないかと思います。スペシャルバンクの一番最後の音になります。サスティーンって書いてあります。これは非常に新しいんですけど、サスティーンギターというものです。どういう音がするかと言いますと、これが鳴りっぱなしになるんですね。リバーブのテクノロジーを使って残響成分をこうぐるぐる回すことでずっと音が出る効果を出しております。ここでトーンノブを回すとビブラートがかかります。みたいな、リズミカルな演奏もできますし、本領発揮するのはですね、若干叙情的な感じのコードプレイ、中でちょっとさりげなくこんな演奏を挟んでみるのも一興ではないかなと思います。以上で、27種類の音色をご紹介いたしました。こういうふうにですね、こうピックアップセレクターを変えるだけでギターを取り替えて、アンプも取り替えたような効果が一発でできると
もちろんここにアコースティックを絡めて、アコースティックのアルペジオを始めて、歌の伴奏になったら12弦にして、もう一つはハンバーガーでソロを取るというような、もちろんアレンジの仕方ご自由に組み合わせることができます。非常に使い手がある、シンプルかつ使い手のあるまとめ方ができているかと思います。機種としてはですね、5種類あります。基本的にカラーバリエーションなんですけれども、ボディの中心の部分が、木目が見えない塗装になっているのはこの左の2本じゃないですね。一番左と右から2番目のフレームが艶消しの黒になっているもの、こちらが、若干定価が低く設定してあります。 RD と BK というモデルです。ボディのこの黒いところが木目が潰して塗装がしてあって、マットフィニッシュのフレームと組み合わせてあります。それから、残りの3つの機種は、フレームにスパークル、ラメですね、が入った塗装になっておりまして、中のボディのところがシースルーブラックになっていると。で、組み合わせで5種類の展開になっています。